帰ってくるのが早すぎただけ。早くコリンに会いたかったんだよ。電話会社です。電話どうぞ入ってください。すごい階段ですね。今夜は曇り、少し雪。雪？少し何？雪がばらつくって。雪？雪が降るの？この部屋で？でいいですね。いや、私はね、月に一度若くて可愛い女の子をハラハラさせるように心がけてるんですよ。みんなに我が家の事情知られちゃうだろう。もうベル鳴らすとたたん会話が全部ダダ漏れやね。じゃあ明日は上がってきて、ハリーペッパー。ディナーに行く準備は OK？ 外で食べるの？うちのキッチン火事になっちゃってね。どうして？いや、ただスイッチを入れただけでボンって。私がやるの？あなたは見てただけ。あ、そう。今夜君がやってたことはすごく見苦しかった。もう落ち着いて、そんなに取り乱さないで。奥さん出てって。私の人生から出てって。私がここに戻ってくるまでにここから消えて。おかえりさん、サインしてほしいんだと思います。ああ、ディナーを食べるの。私たちがママの性格にお化粧してあげるのよ。嫌な予感しかしない。賢い人よ。とりあえず、はい、マイナス4度まで下がったら来ます。一度ぐらいでは。僕は歯が溶けそうです。私が本気で心配なのはあなたの方よ。僕、どっか行って。やだ、私に電話かかってきたのよ。これ毎日はしんどい。覚えてないでしょうけど。そうね。何すればいい？この部屋から出てけ。クソ公園を裸足で散歩してました。約束してポール。分かったよ、約束する。歌い続けるよ。